はい、こんにちは、水くんです。今日はですね、またね、伊勢中川の行きいるんですけど、また電車乗って どこかへ行きたいと思います。で、今日はですね、踏切シリーズちょっとやってみましょうということでね、これまで大和田と、長谷寺のね、踏切行きましたけど、第3回目ということで行ってみたいと思いますということでね、ちょっとね、三本松付近とかね、長谷寺付近、もうちょっとお待ちください。ちょっとあそこはね、勇気がいるんで勇気100倍にならないとね、なかなか行けないんで、はい、ということでね、今日はですね、どういう踏切を行くかというと、水戸駅ね、水戸駅とか、まあ、水戸が多分有名なんですけど、すごいやる気のない踏切があるよということなんですけど、その逆、もうめっちゃやる気ある踏切、ちょっと行ってみたいと思いますということでね、はい、そんな感じでね、ちょっと行ってみたいと思います。めっちゃやる気があるみたいです。なんかちょっとね、こうネットで見ながら調べたんですけどちょっとそこ行ってみましょう。それではよろしくお願いしますということで、今が8時何分8時10分前、あ、じゃあ8時17分の上本町行き特急乗っていきましょう。昨日も乗ったけど、はい、さあまた来ちゃいましたね。もうこの光景がすごい当たり前になってますからね、はい、次に行きますよ。お客様にお願いいたします。歩きながらスマートフォンや携帯ゲームを操作すると大変危険です。お、やっぱりパチンコ屋さん特急だ。パチンコ屋さん特急、もうこれがパチンコ屋さん、ここがパチンコ屋さんです、これパチンコ屋さん特急。あ、いいっすね。次は、ウキアナです。
ということで到着しました二条山ですね。ここにこの近くにすげえやる気のある、踏切があるということで来ました。二条山駅、この駅降りたね僕初めてだと思うんですけど、以前ね駅紹介した時は車で来たと思うんですけどね、ここにね、まだ残ってますね。はい、昔の跡ですねこれ。まあでも久々に来ましたけど、1年ぶりぐらいに来ましたけど、まあよく見てみるとねすごいですよね。この下のこの道路とか何なのっていう感じがするんでね、これこれ一応ね歩道みたいな人が歩く道だと思うんですけどね、こんな感じになってますね。しかし景色がすごいいいですね。はい、二条山もすごい映えてますよ。ちょっと家と家の間ですけど、ということでそんな感じでね、ちょっと外もね出ていきたいと思います。パチンコ特急頑張る、すげえ最高。よいしょ、よし、それでは行ってみたいと思います。なんかね道路が近くにあったと思うんやけど、たまにはねこういうのもねいいですね。で上野大使口方向に向かうということですね。いやこんなとこ歩いたことないからなんか新鮮なんですけど、なんか南大阪線吉野線って結構ね変わり映えした踏切とかね多そうですからね、やっぱり歴史的観点からしてもね結構古い路線なんでね、やっぱりそういうなんていうかな古き良きものをね継承してるみたいなところもあるのかなっていう感じがしますけどね。さてさて、まあさすがにね二条山駅からこの上野大使まで歩くわけにはいかないんでね。さあ踏切が出てきましたよ。これは何踏切？上野大使第14号踏切と書いてますね。めっちゃ細い。なんだこりゃ。
何これ、この細さ超細い、すごいなこれ。はあ、ここかな。めっちゃ優しい音色じゃん。綺麗なこれ。ということはこれではありませんね。すごい優しい音色でしたね。はい。でもめっちゃ細い。凄まじく細いところですね。はい、ということで歩いて次も行きましょう。これね、歩道がないんですよね。まあいっか、このまま歩いていくか。さあ次なる踏切は、これもなんかすげえところに、これが何、神の大使第13号踏切ですね。ここもちょっと細いですからね。でもさっきね、踏切になってたんですけど、ここでもなさそうですけどね。まあこれはすごいねこういうのが多いんですよね、やっぱり。まあ先進んでみますか。歩道がないのきちいなあるのかな。これが神の大使第12号踏切ですね。はい、ここも優しい音色でしたね。でここはなんか道がちゃんとありますけどね。はい、車、あ、めっちゃ優しい。ちょっと音色が違いますけど、次々に進んでいきましょうか。車通りが激しい。よいしょ。お、ここにも踏切が。この踏切何これ。え、田んぼやん。何これ。神の大使第11号踏切です。え？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 すごいな。国道165号線ですね、これが。前が
え あれあ、そうですか。ここの田んぼをする人の専用踏切みたいな感じですね。すげえな。スピード。この警報灯は普通なんですね。これは速くないんですね。すげえ音や。あ、来た来た来た。電車は取るよ。すげえな。隣の踏切は滑らかな音なのに、ここの踏切だけでなんか違うっていうのもすげえな。いや、素晴らしい。ちょっともう一個だけ撮ってみますか。これね、なかなか。鳴った。踏切だ。はい、そんな踏切でした。警報灯はね、こっちは2つなんですよ、田んぼ側は。でこっちはね、警報灯4つついてますね。やっぱり国道なんで、こっちからも見えるように、こっちからも見えるようにみたいな感じでね、4つついてますね。そんな感じになっております。それが上野大使第11号踏切ですね。はい、第11号踏切、まあ、上野大使から来るよりね、二条山から来た方が圧倒的に近いです。徒歩 10分ちょい、10 15分ぐらいで行けると思います。ぜひお越しください。いや、すげえな、すげえ、参ったはい、ということで二条山に戻りましょう。よいしょ。いやー、凄まじいです。すごい優しいもんね。これ上野大使第13号踏切、優しいもん激しい。さっきの、あ、シンフォニー青だシンフォニー青、シンフォニー青だ。
黒大使第13号踏切もそうなんですけど、これ危険ですね。やっぱりちょっと危険な感じがします。はいはい、ということでですね、二条山駅に戻ってまいりましたということで、はい、二条山駅戻ってまいりましたよ。いや、すさまじいですね、すさまじい。何なんだあのやる気のみなぎる踏切は。まあそんな感じでね、ちょっと見に行きましたけど、まあこういう踏切ね、本当珍しいと思うんでね、近鉄ね、まあね、こういう踏切珍しいよっていうね踏切あればね、ぜひねコメントいただけたらなと思います。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。